はい、ちょっとね、名残惜しいですね、本当にこれで終わるのが、はい、本当ですね、寂しい寂しいよね、寂しいですね、僕は終わんない終わんないでもう一回もう一回さあもっと長くやってほしい、もっと長く腰やられますよ頑張って、頑張ってだそうです僕らは大丈夫だけど、皆さん腰やられますよ。大丈夫なの本当に本当やっぱありがたいことですよ、はい、本当です ね、 本当にね、こんな風に言っていただけるのは、はい、じゃあ最後に皆さん、一人一人挨拶しますか、はい、はいはい、やだよねだよね、でもほのかからラスト挨拶お願いします。はい、本当に皆さん本当にありがとうございました。今日は、またこうやって去年みたいにイージーショーができて本当に私は嬉しく思っています。そして今回レジェンドというすごくはるかという難しい役をやらせていただいたんですけど、それを全力で頑張ってここまで自分自身は頑張ってきたって思ってきました。こうやって皆さんに見せられるようになって本当に良かったです。また来年できるように頑張ります。応援してください。本当にありがとうございました。お、ゆうたらお願いします。はい、今日は一日ありがとうございました。僕はそうですね、イージーショー初参加なんですけど、この本当に家族みたいな先輩方と一緒にここでこの温かいお客さんと一緒にイージーショーをやらせてもらうことができて本当に嬉しかったです。去年客席で見させてもらってて本当に出たいなと思って、それがこう1年後こういう風にここに立ててるってことは皆さんのなんか応援してくれたおかげだと思ってます。来年もここに立てるように僕も精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。リカ君お願いします。はい、本当に皆さんありがとうございました。名古屋、大阪、名古屋、東京というふうに本当にみんなでこうやって回ることができて、本当に皆さんにお会いできて本当に幸せです。エバーグリーンエンターテイメントショー去年から参加させていただいてるんですけど、本当に何だろう、自分自身の向上を目指すためにもそうですし、本当に皆さんとこういう楽しい時間を共有できることすることができて本当に自分は本当に幸せに思ってます。こういう家族みたいなみんなと一緒にこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうか応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ゆいお願いします。はい、ほんまにありがとうございました。今回私は出演させていただくの初めてだったんですけど、こうやってみんなと舞台作ったりツアー回らせてもらったりして、こうお回らせて一瞬時が止まったけど大丈夫回らせてもらったりして、こうみんなとかスタッフの方とかこうやって駆けつけてくださる皆さんであったり、ほんまみんなが言うように家族だなっていうのを感じれましたし、私もその一員として受け入れてもらえてるんだなっていうのを思いましたし、皆さんも一人一人その一員なんだなって思います。また来年も笑って泣けるこの場所をこうお帰りって言ってもらえる場所になれるように、私もまたこの舞台に立てるように頑張りますんで、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。太鼓、はい、今日は本当にありがとうございました。僕も秋元くんと一緒で今年がイージーショー初参加なんでやっぱり最初は全然わからないですし、いろいろ戸惑いもあったんですけど、稽古を通じて、あと本番大阪名古屋この東京って通じて、やっぱり事務所の先輩方お兄さんお姉さんと家族になれて、たくさんいろんな経験ができてすごく勉強になりましたし、こうやってたくさんのお客さんの前で演技をしてパワーをもらって、そのおかげで来年もまた頑張れるなって強く思えたんで、また来年のイージーショーにここの舞台に立てるようにより一層頑張っていきますんで、これからも応援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。よっ、勝弘、はい、今日は一日ありがとうございました。僕は本当に
このお仕事が今初めてからずっと大好きで、本当にこういうエヴァーグリーンエンターテインメントショーとかでこうやってお芝居をさせていただいたり、トークショーをやらせていただいたり、こうやってすごい楽しい時間を過ごしさせていただいてるんですけど、それは本当に今日ここに来てくださった皆さんのおかげで、本当に今日来てくださった方がいなかったら本当にこんな楽しい時間は過ごせなかったんで、本当に皆さんのおかげだと思ってます。これからも日々頑張っていくんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。レイちゃん、皆さん今日は本当にありがとうございました。なんだかんだそのモデルから始めると、私芸歴8年なんですよね。実はなんか先輩なんかさっき考えてたんですけど、そろそろもっと結果出していかないなって自分自身も焦りもあるんですけど、その今事務所が男性陣に引っ張ってもらっていて、今年去年ぐらいから本当長女として頑張ってって言われるようになって、もっと女性陣引っ張っていかないとなって思っていますし、今エヴァグリーン、今ここに並んでない女の子で、京都か本当に名古屋大阪って募金で立ってくれた女の子もいっぱいいるので、みんなで女性陣のなんか勢いをもっと出して頑張っていこうかなと思っています。なので皆さんどうか温かく応援してください。今日はありがとうございました。ゆっくん、本当に皆さんありがとうございました。お昼の公演でもちょっと言わせてもらったんですけども、僕はエヴァーグリーンエンターテインメントに入りまして、もうすぐ2年です。それまでは、他の会社でやったんですけれども、なんかそうですね、こんな自分を本当に受け入れてくれたこのエヴァーグリーンっていう会社がすごく好きだし、ここに立ってるみんな、キャスト、スタッフ、皆さん本当に大好きです。もう本当に皆さんがいてこの場に立ててる自分がなんか幸せだなと思いつつも、もっと恩返しして、もっと伸び伸び芝居をやって、もっと好きになって、もう本当に一流のエンターテイナーとして皆さんにいろんなものを届けられるような役者になっていきたいと、本当にやっぱこういう風に皆さんの前で芝居をすると心から本当に思います。なので皆さん来年以降もっといきますんで、どん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 いきますんで応援してください。ありがとうございました。あれ、音楽鳴り始めちゃった大丈夫かないや本当に、ありがとうございます。なんかもう、なんていうんですかね、本当いろんな人に支えられたなって、この今いるメンバーの皆さんもそうですけど、まあ、特にやっぱり芝居では本当に藤森さんがやっぱり今回よく見てくださって、すごく毎回的確にアドバイスをくれたし、社長には未だにガンガン怒られるし、なんか本当ゆうすけくんもすごく相談乗ってくれるし、ゆうきくんも芝居に相談乗ってくれるし、後輩たちはすごくなんだろう、自分もしっかりしなきゃって思うので、本当に皆さんからのその刺激っていうか、そういう自分がいる環境がこんなにも幸せなんだなって、それを受け止めてくれる、こう今日こういうふうに受け止めてくれるファンの方がいることが僕はすごくありがたいなって思います。本当に最高です。この仕事最高です。で、今日皆さん集まってくれた皆さんも最高です。そんな皆さんの応援に見合うような、もっといい俳優になれるように、もっといいエヴァーグリーン自体がもっといい事務所になって、感動をもっと届けられるように、これからも頑張ります。今日はありがとうございました。皆さん本当に今日は来ていただいて本当にありがとうございます。こう自分の役者人生をこう振り返ってみると、ワットの先輩のワットエンターテインメントショーで勝弘とか加藤のみたいな感じでこう出させてもらった時から僕の芸能生活は始まって、でこう今自分がこう事務所の長男としてこうみんなをこう一応ですけどこう座長としてこう引っ張っている立場になって、本当にいろいろあったなって思いますし、よくこういうこのメンバーがうちの事務所に入ってくれたなって本当に嬉しく思いますし、ずっと応援してくれる今ここにいるファンの方々に本当に感謝したいと思います。本当に今年はこう日本その震災が起きてこう日本がこう落ち込んだ時に僕らすぐにこう何かしたいって思ったんですけど、まあなかなかこう行動に移せなくて、で今こう落ち着いてはないんだろうけど、こう今だっていう時にこうやらさせてもらってるんです。チャリティーだったりとかオークションだったりとかいろいろやらさせてもらってるんですけど、うん、なんか今ここにいない方々にもなんかここの熱気、ここのなんか空気っていうのをなんか、うん、知ってもらえたらなって思いますし、
なんかなんつって俺、ね、本当にトーク下手なんですよだけどなんつったらいいんだろうな、うん、すっげえ、でもこの今こうバーってこう見て加藤が頑張ってとか秋元頑張って勝弘頑張ってとか順平頑張って結城くん頑張ってれいちゃん頑張って理香子頑張れってこううちは持って言ってくれてるこうみんなが集まってきてくれてるみんなが本当に誰の名前見ても嬉しくて兄貴としてはだからこうまた来年集まった時はなんかもっともっといっぱいたくさんの人にこう来てもらってもっともっとこの事務所好きになってもらって新しいメンバー入ったらまたそいつを応援してもらったりとかしてなんかもっともっとなんかこう盛り上がってみんなでこうエヴァーグリーンエンターテイメントっていう事務所を盛り上げててもらったらなって思います。それが僕の本当に一番 の望みというか願いです。だから来年またやります。絶対にその時にまた皆さんに会えるように楽しみに待っててください。本当に、はい、本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。楽しく行こうと思ったんですけど、ちょっとね、なんかね、しんみりしちゃったんですけども、これから最後に皆さんに感謝を込めて握手をさせてもらいます。はい。はい、寂しいな。タミチ。あ、待って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 。あ、ちょっと待って。一番大事なこと忘れてた。大事なことって言わなきゃいけないこと忘れてた。はい、はい、今こうテレビ入ってるじゃないですか。はい、これがちょっとレイちゃん話して任された仕事放棄のTV にね、の TV BS TBS で、はい、の TV っていう番組があるんですけど、はい、その12月24日クリスマスイブに23時半から24時の間のどこかでこのイジーの様子が少し放送されます、うん、なので皆さんよかったら見てください、はい、あとホームページもね、のんのさんのホームページの方で、はい、この模様が配信されるらしいので全部21日からそうなんです。12月20日から、はい、20日からだと20日から20日からなんです本当にね、それもねいつもお世話になってるのんのさんとかそういう、はい、なんていうんですかね人なんですよね、この仕事ってね本当にありがたいですね。 なんなんですかね、もう本当にこう事務所っていう名前がありますけどもうちはもう人間濃いやつばっかりですけどマネージャーさんもみんな本当に情があって熱くてもうメンバーもそうですけどなんかそういうのっていいよね。そういうのっていいよね。本当好きだ。社長の元に集まってますからね。ね。そういう。ありがとうございます。本当に。はい、皆さんこれからもエヴァーグリーンをよろしくお願いします。あ、これから握手会があるので、一旦僕ら準備しますのでちょっとお待ちください。それでは一旦、はい、失礼します、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。後ほど。ありがとう。ありがとうございます。